はい、失礼いたしました。ちょっと最近体調が悪いもんでね、ついついこうになったんですよ。いや、ほんと、強くなりたい。切実にもうこの後のレース。はい。で、さっきのレースは無事に終わりまして、じゃあ、次の質問にも答えていこうと思います。PC 版と PS3 版が通信できるって思ってる人は多いみたいよってご意見ございました。まあ、確かにそうですよね。普通に考えたら、同じゲームだから同じ通信ができるんじゃないかなって勘違いされる方もいらっしゃるとは思いますが、まあこれを機に、改めていただければなーって。まあそもそも私のケースがちょっと珍しいかもしれませんね。やっぱいろんなとこ見てるとね、ゲームイコールなんか PS3 みたいな印象の方多いんで、まあただちょっと私だけは唯一の例外というわけで、で、まあそんなことはともかくだ。狭い山道でのレースですね。しかもなんか路面が濡れてんのかな。雰囲気はいいんですが、交通量もなかなかって しかも持ってて、でもめっちゃなんか簡単になってますね。あとね、なんか途中でなんかハリケーンで吹っ飛ばされそうな勢いです。はい。まあそんなことはともかく、あと3台抜かないかと。前の3台、いい感じに並んでますね。じゃあ、ちゃっちゃっと抜いちまいましょうかね。調子に乗るとすぐ事故るんでね。実際、これ、リトライ前はね、ここでね、全部リトライをね、使い切っちゃいまして、一回やり直す羽目になったわけです。はい。そこぐらい私は下手くそなんですね。まあ、ね。まあ、私の練習不足が一番だ大きいと思うんですけど。よし。ちょっと汚いけどね、弱がればいいのさ。というわけで、いや、もうちょっと声出したいとこなんですが、ちょっと喉の調子が狂いましてね。とりあえずね、年内にこのザ・ランの実況を終わらせようかなと思っていますので、まあ頑張っていきたいと思うんですけどね。なんか先に喉が枯れそうな勢いです。はい。まあ本当、体調管理はきっちりしないとね。まあ最近よく体壊すんで、まあ、健康ほどね、大事なもんないと思ってるんですけど、ちょっといけんいけん、やめてもらえない。嵐は止んだのでしょうか。しかしこの雨上がりって感じがまたいいですね。あ、なんかショートカットすぎたけど、まあいいや、ここ通っても勝てますから。ちょ、いいかすいません、ちょっとこれはリセットさせていただきます。ちゃんと前見ないとね。まあ私結構注意力満点なので、何かをやってると何かを忘れるっていうね、ほんとね、もう人として致命的な欠陥が。しかし、なんかさっきから駐車場多いですね。こういう駐車場でね、止めてなんか景色とか見れたら最高なんですけどね。まあ、命がけのね、キャノンボールレスっていうのは上がってますけどね。ただ、もうちょっとね、そういうね、遊びの部分あってもいいんじゃないかなっていうのが私の意見です。まあ、ちょっと私の感覚が変わってるだけかもしれませんけどね。さて、他の意見に答えていこうと思います。フォトパスと以降、一般車がまともな車両になったんで、なんか現実味ありますねみたいなご意見からいただきましたが、確かにそうでしたよね。まあ初代ニードフォースピードも一応一般車両ですが、でもそれ以降は格の車両ばかりだったんでね。だから、ほんとね、まあ、まさにドライブしてる気分になれるんじゃないかなっていうのが、まあ、実際、フォトパスとって結構私、ドライブにはまってますからね。さて、2日間でこの実況を起こしてクリアしたよって、いやー、抜かれちゃいましたね。まあいいでしょう。この、確か6時間ぐらいあれば、ザ・ラン自体はクリアできるっぽいみたいなんで、まあ私は実況の。私もやろうと思えばできると思うんですけど、その前に喉が枯れるのと、あと6時間ぶっ通しでね、見てやっても見る人いるのかという、さすがに視聴者さん側も疲れるというか、遅れを取り戻すってなってますけど、ジャク君また何かやってたんでしょうかね。お腹空いてたからそこら辺のハンバーガー屋さんで食べてたんでしょうかね。まあそんなことはともかくだ、遅れを取り戻さねばジャク君の命が危ない。 Race for your life ですから。やっぱ山道っていうことなんで、いやいや、
いや、なんかエクストリームモードってこう、なんか難易度のエクストリームってあるんですけど、それってなんか結構タイムアタックって難しいみたいですね。なんか残り2秒になることだなとか、多分厳しいでしょうかね。まあ、私やったら絶対発狂しますよ。コントローラー投げてどっか逃げちゃいます。はい。まあ私基本ヘタレなんで、ちょっと待って。なんかまたラリーカー走るようなところ。確かに、あ、不可。このガイルドは確か二輪駆動だったはずなんで、二輪駆動でしたね。ガイルドは基本 4W ですけど、確かこの LP552 と、あとスーパーレジェラムだったっけ、ちょっとよく覚えて、ガイルドはなんかモデルが多すぎて把握しきれてないんで何とも言えないんですが、まあ、このモデルに関しては二輪駆動だったはずです。車でまあこんなぶっ飛ばした、まあ、ぶっ飛んだこともできるのもまたニードフォースピードの魅力でしょうけど、まあそもそもガイルドでこうやってね、どこぞのフェラーリ乗りみたいな、どこぞのフェラーリ乗りというか、まああれ事故りましたけど、こんなことできちゃうんですからね。まあ実際に私あんなことやりたいと思いません。命がエクスターってパラッと思いますから、私の場合は。さすがにね、行動でね、あの、違うか、まあ、行動です。速度違反許するようなことはやりたくないですね。まあ、自社乗ってるんです。なんかね、法定速度以上出すの怖いんです。いつ事故るか分かりませんから。まあ、そこら辺は人それぞれなんで何とも言えないところもあるんですが、ちょっと、他の皆様方のご意見に答えていこうと思います。PS3 とか家庭用ゲーム機を買う予定ないですかとか、あとこの前というか以前、箱丸を買うんじゃなかったかという、まあ、確かに私箱丸を購入するゲームがありました。フォルツァ4のためにね。いや、まあ、今までね今週末期は敬遠してたんですが、いやフォルツァ4の車種のラインアップを見まして、うわこれはゾクッときたわーってね、まあ、箱丸のわーって、いやー注意力差もいかんですね。まあ、箱丸と一緒に買おうかなと思ってたんですが、まあ白紙撤回と言いましたというのも理由がございまして、そもそも、箱丸を買ってまで買うものやるもんなんかなって、私は基本 PC ゲーマーですし、あとやっぱ自作 PC が好きなんでね、まあ、ゲームというのは、パソコンを組み立てるところから始まると楽しむものだと思っていますので、あと結構浪費しちゃいましたね。箱丸購入資金がなくなっちゃいましたってね、まあそういうこともあったんです。はい、まあ、そもそも私あまりサーキットのレースは好きじゃないんで、まあシフト2が唯一の例外ですけどね。さて、無事に勝てました。ちょっとグダグダでしたが、まあいい、無事走り切れたことですし、いいでしょう。他のご意見に答えていこうと思います。ゴーンがスノーでも十分パワーを発揮できると発表していたねというご意見がございました。あの R35 についてですね。であれなんかありますね。カルバン・ギャレット。カルバンはアトランティックシティ出身の元ボクサー。リスクを追うのが好きな彼は25万ドルをザランにつぎ込みジャックポッドを狙っている。優勝以外は考えていない。すなわち優勝しなければ別にどうでもいいってことですよね。じゃあ殺すというわけで、なんとか頑張ってフィニッシュするのよ。うん、分かっちゃう。とりあえずあんたには消えてもらおうか。優勝以外ありえないと思ってるでしょ。じゃあこの場から人生という名のフィールドから退場してもらいましょうかね。というわけで、ほらっ、か、思ったより頑固ですね。まあいいや、それほど早く、いいわ、ちょっと待て、なんか意外に早いぞ。困ったな。つかやつショートカット使いやがったか。はい、後で潰してやるからな、ズン。というわけで、そっか、トラクター多いな。多くはないけど、あれなんかショートカット使ってる場合にはなんかかえってスピードしてる気がするな、自分だけでしょうか。まあいい、まあ所詮あいつには C 以外にね、いやもうないと思ってて、なことしたくっちゃに。というわけで、まあ私の道をさっさと行かねばならない。おっ、
ろ話してみろっていうか、まあ私が悪いんですけど。おっ、ちょっと待って、大型車両2台はあかん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 、それは無理無理無理。よーし、さっき何の音だ、あ、オリジンの音か、何の時間か、つか、おいジャックポッター、早い、違う、ジャックポッター、ちょちょちょ、後ろから来んなよ、おい、また来やがったか、こんにゃろ、許さねえぞ、俺。うわっ、しまったいかんな、やつを潰すことばっかり考えていたから、私が潰れちゃいました。まあ仕方ないね、うっ、とにかくだ、やつの前に出なければやばい、さすがにこのここで負けるわけにいかんのだね。よーし、スピンしやがった、サマーと言ってもなんか復帰しちゃってるんでちょっとあれなんですけどね、まあとにかく今のうちに逃げなければならない、やつは思ったより速いですからね、トラクターが来る、よし、まあ途中でいろいろとありましたけど、なんとか勝ちました。さて、他のご意見に答えていこうと思います。あ、ていうかゴーンの件ですね、確かBNR32 自体もラリーに出てたようなんで、まあ確かにそう考えるとアテレスさんのこと、うん、スノーでも十分発揮できるんじゃないかなって、結構 R35 っていいですよね。で無事ステージ6をクリアしたと、まあ本当グダグダでしたけどね、まあ無事に終わったことですし、いいこと、いいでしょう。さて、じゃあもうそろそろ時間ですし、今回はここまでしたいと思います。グダグダでしたが、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回でお会いしましょう。